ファウスト・グレシーには、イタリアイモラ出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。1985年と1987年の、ロードレース世界選手権 125cc、クラスチャンピオン。モートジッピークラスに参戦する、グレシーにレーシングを運営していた。1978年、17歳の時にミナレリの、50cc マシンでレースを始める。 1983年には MBA チームからロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした。グレシーには1994年までの12年間 125cc クラスに参戦し、1985年と1987年の2度世界チャンピオンに輝いた。特に1987年は開幕から10連勝という圧倒的な 強さを見せ、最終戦ラ間に勝てば、シリーズ全勝だったが、そのレースでは、クラッシュしてしまった。また、1986年から1987年に、かけては11連勝を達成しており、これは、アンヘル・ニエトと並ぶ、史上最多大記録である。引退後は、自らが、オーナーのチーム、グレシーニ・レーシングを設立し、ロードレース世界選手権に参戦していた。 2001年には、加藤大二郎が、同チームで 250cc クラスのワールドチャンピオンを獲得した。2020年12月末、新型コロナウイルスに感染し27日には、イタリアイモラの病院に入院。年末には、ボローニャの新型コロナウイルス専門病棟に移され、医学的に昏睡状態に置かれ人工呼吸器をつながれた状態となった。 2021年1月初旬に改善の兆しを見せ一時は昏睡からも目覚めていたものの同月下旬に肺炎の影響が深刻な状態となり2021年2月23日朝新型コロナウイルス感染症による肺炎のため死去した60歳没 1969年から1987年、1988年から1992年、1993年。ありがとうございます。